また出張だってよ。今月8回目だぜ。嫌になっちゃうよな。その割にはいつも嬉しそうだよね。そんなわけないだろ。ただご当地の美味しいものを食べられるのが嬉しいだけだよ。それを一人寂しく待つ妻におすそ分けしてやろうとか思わないわけ？お土産なんて一度も買ってきてくれたことないし。食い意地が張ってる女はみっともないぞ。は？女は食べ物を要求しちゃダメなんだよ。私に餌を与えてください。ブヒブヒって言ってるように聞こえるだろう。ひどい。一日三食も食べてるのにその上お土産なんて買ってきたらカロリーオーバーだ。俺はそこまで考えてやってんだぞ。腹立つわ。そういうわけだから出張の準備よろしく。自分でやって。なんでだよ。いつもやってくれてるだろ。豚扱いしたから怒ってるのか。違う。こないだ友達4人で会った時に出張の旦那の荷造りについて熱い議論を交わしたのよ。ほんと女って無駄な話好きだよな。驚いたことに私以外全員が自分でやらせてるって言ったの。私なんて甘やかしすぎよって説教されたんだから。余計な情報を仕入れてきやがって。あなたは大人だし手も足も動く。だったら自分でやるべきよ。時間がないんだ。今日帰って飯食ってテレビ見てゲームしたらあっという間に朝だぞ。削るところが2個くらいあったけど。今日が最後。次からちゃんとやるから。ダメ。二ほどきもちゃんとやってよ。洗濯物出してキャリーバッグもしまうこと。だる。今回はどこに行くの？え？なんで驚いてるのよ。今までそんなこと聞かれたことなかったから。これも友達に言われたわ。行き先も知らないとかありえないって。お前友達選んだ方がいいぞ。余計なことばっかり言うやつらだな。彼女たちを悪く言わないでくれる？でどこに行くのよ。隠す必要はないよね。行き先はあそこだよ。どこ？仙台だ。じゃあずんだ餅買ってきて。そんなもん食って力士にでもなるつもりか。3食のうち2食抜くわ。ダメだ。蘭が力士になったら夫婦でいる自信がない。ずんだ餅一つでどうなると思ってんのよ。女の物欲ってのは限度がなくなるんだ。ずんだ餅を与えたが最後、そのうちダイヤモンドを買えというようになる。なんでそんなに話が飛躍しちゃうわけ？一家の大黒柱として常に危機感を持ってるだけだ。意味不明なんだけど。誕生日だって結婚してから3年間一度も祝ってもらってないのに。ずんだ餅ぐらいいいじゃない。ケチ。誕生日の何がめでたいんだ。もういい。出張でも何でも勝手に行って。私はしばらく友達のところに泊まるから。それがいい。家にいなければ光熱費も浮くし、俺が出張の時は毎回そうしろ。そんだけケチるってことはさぞかし貯金してるんでしょうね。え？給料も教えてくれないし、毎月食費で5万もらうだけだけど、あなたの会社のレベルならおおよそその見当はつく。ってことはそれなりに余るはずだし、溜まってないとおかしい。こら、人の質さを考察するな。いつまでも私が我慢してると思ったら大間違いだから。もし裏切りなんか発覚した日にはダイヤモンドじゃ済まないわよ。俺は悲しいよ。何のためを思って苦言を呈しているのに。そうやって被害喋らないで、一人でずっと待ってる私の身にもなってよ。そのうち仕事も落ち着くから、そしたら旅行でも行こう。本当に？約束するよ。ハワイでもいいの？何の行きたいところならどこでもいいぞ。やった。絶対だよ。任せろ。そのために節約してるんだから。そういうことなら私も協力する。じゃあ出張の荷造りは？それは自分でやって。翌日、ランちゃん、日曜だし、コウスケいるわよね。それが今日から出張なんですよ。何か用でしたか？一足遅かったか。お母さん、何かあったんですか？あの子の出張についていくわよ。今すぐに用意しなさい。え、でも結構距離ありますし、新幹線も安くはないですよね。うち今節約してるんです。どこに行くって言ってたの？仙台です。最近日本全国飛び回ることが多いみたいで、あまり家にいないんですよ。嘘よ、近くにいるわ。なぜわかるんですか？わかるというか感じるの。あの、どういう意味でしょう？こんなことを言うとボケたとか言われるのが嫌で、あまり口外したくないんだけど、いわゆる不思議な力があるの。霊能力ってやつですか？お化けや霊は見えないんだけど、直感がやけに働くっていうか。すごいですね。信じてくれるの？私はお母さんが変な嘘をつくような人じゃないって思ってますよ。ありがとう。
それで夫はなぜ仙台に行くと嘘をついたんでしょうか。それは浮気ですか。ショックだよね。いえ。え？なんとなく気づいてました。出張という割には理由をつけてお土産一つありませんし。そうだったの。金沢出張の時にあの駅の大きいもんすごいよねって言ったら、駅にそんなものあるわけないだろうって笑ってましたから。鼓もんね、あれを見て何も感じない人はいないと思うんだけど。そうですよね。日本各地行ってるはずなのに、ご当地ネタになると会話が噛み合わないことがよくありました。一度でもお土産を買えば毎回買う必要がある。だから徹底して買わないようにしてたのか。クズのくせに頭が切れるわね。夫は今どこにいるんでしょうか。私の感覚だとここから西の方向、おそらく隣町ね。そんなに近くに。でもずっとそこにいるかはわからない。だから早く後を追いたいの。わかりました。すぐに家を出ます。何か必要なものはありますか。ビデオカメラとかそういうのがあれば。持っていきます。あと離婚届も必要かもね。あります。あるの。友達の家に泊まったんですが、同じことを言われたんです。ほぼ間違いなく浮気だねって。まあ女ならそう思うわよね。それで彼女がプリンターで印刷してくれて、お守り代わりに持っておけって言われました。へえ、今時は役所に取りに行かなくてもいいのね。便利な世の中になりました。今はタクシーでそっちに向かってる。心の準備はいい？大丈夫です。すぐに行きましょう。2時間後。お前は包囲されている。直ちに出てこい。無駄な抵抗はするな。両手を上げて出てこい。は？部屋の中にいるのは分かってるんだ。ラン、お前何言ってんの？てか傘までなんで。さっさと観念しろ。俺出張って言ったよな。今新幹線の中だし出て行くとか意味わかんねえよ。嘘をつくんじゃない。お前がスカット町2丁目在住の女の家に隠れていることは分かっている。嘘だと思うならベランダから下を見てみろ。見てみろ。何言ってんだよ。俺は仙台に向かってるっつーの。お母さん、たった今新幹線に乗ってるはずの容疑者がベランダに現れました。はっはーん、やっぱりこのマンションだったか。私の見立て通りだったわ。お母さん、ついに部屋を特定できましたね。まんまとアホが引っかかったわ。は、私の力で大体の場所は特定できたけど、マンションや部屋まではわからないからね。あんたをおびき出したってわけ。ナイスアイディアです。力ってなんだよ。私には不思議な力があるの。おいおい、変な宗教にはまってんじゃないだろうな。母さんの息子を30年やってるけど、そんなの聞いたことねえよ。言ったところで信じないでしょ。もうボケちゃったのか。かわいそうに。ほらね、こうやって言われるから嫌なのよ。だってありえないだろ。あなたが小学生の時に縦笛で野球ごっこして壊したでしょ。俺、そんな話何にしたっけ。証拠隠滅するためにどこに隠したか、お母さんは知ってるわ。そんなバカな。学校の裏手にあるさつまいも畑に埋めたわね。なんで。焼き芋の香りに乗って縦笛の音色が聞こえるの。適当なこと言うな。信じるかどうかはあなた次第だけど、実際にこうしてここにたどり着いた、これが事実。 GPS かなんかつけてんだろ。私今回荷造りしてないよね。あなたのキャリーバッグには指一本触れてないわ。あ、そうか。私、よほどのことがなければ会社に連絡するのはやめようと思ってた。でも出張の有無を確認しない限りはっきりしないと思って、さっき電話させてもらったの。嘘だろ。あなたの営業担当区域はここら辺一帯だけで、東北や北陸に行くことはまずありえないと言われた。それはさ、いろいろあって。説明してもらおうか。いや、行ったところでわからないんじゃないかな。そういう変なごまかしとかに付き合ってる暇もメンタルもないのよ。早く白状してくれない。母さん助けてよ。あたす、息子のピンチなんだ、どうにかしてくれ。わかった。じゃあこの瞬間に今あんたと青谷子の縁を切る。なんで。他人を助ける義理はないから。何言ってんの。そしてランちゃんと私は友達になる。え、え、ランちゃん、今後敬語は不要よ。私たちは友達なんだから。でも私、今までお嫁さんに嫌われまいと少し遠慮してたの。本当は友達のみっちゃんたちみたいに一緒にランチしたりカラオケ行ったり旅行したかったのよね。
実は私も何度も声をかけようかと思ったんですが、ご迷惑になったらやだなってかなり遠慮してました。あー敬語つらかった。使うごとに罰金取っちゃうぞ。げー最悪じゃんって。こんな感じでいいのかな。オッケーオッケー、楽しくやろう。うん、ありがとう。なんて呼べばいいかな。ルリちゃんでもルリッペでもいいわよ。じゃあルリちゃんで。何の話が延々と続いてるんでしょうか。あ、浮気男まだいたんだ。俺まだ一言も浮気したなんて言ってないし、認めてないよな。こっちとしては確信したからもういいわ。これ以上のやりとりはストレスにしかならない。どうするつもりだ。離婚以外にある。やだ。あ、本妻は本妻、浮気は浮気。私は化け物を産んだのかしら。世の中を見渡してみろ。芸能人だってスポーツ選手だって浮気をしていない人間はいないだろ。確かにスキャンダルまみれよね。そうだ、それが答えなんだ。何言ってんのこいつは。この世から絶対になくならないもの、それはいじめと不倫だ。なぜローマ字。てか何が言いたいわけ。人間は本能でこの2つからは逃れられないんだよ。理性があるのが人間じゃないの。本能に抗って自分を律して生きるのが大人じゃないの。さすがランちゃん、まさにその通りよ。本能のままに生きたいなら山にでも行け。さすがルリちゃん、私の理解者だわ。なんか2人は仲いいと調子狂うんだけど。マンションと部屋は特定できたので、あとは内容証明をお待ちくださいと、その女に伝えて。何する気だよ。慰謝料請求ですけど何か。あんたはすぐに降りてきて離婚届にサインしなさい。あ、持ってきてんの。友達とルリちゃんのアドバイスでね。話し合おう。その余地はもうない。うちの会社って謎のジンクスがあるんだよ。離婚したやつはなぜか出世しないんだ。あら、よかったじゃない。あなたみたいな低俗な人間が人の上に立つなんてあってはならないことだもの。その通り。どうしたら許してくれる。金か旅行かブランド品か。金はもらう、旅行はルリちゃんと行く、ブランド品はくれるならいただくわ。でも離婚の意思は変わらない。だったら払わねえよ。そうは問屋がおろしませんことよ。だって何もかも失った挙句金まで取られるなんて、俺はそんなに悪いことをしたのか。したからこんだけ怒られてるんでしょ。じゃあ世の中の浮気してる男たちはどうなんだよ。今もどこかで隠れてコソコソやってるんだぞ。人と比べて何になるの。あんたはあんたでしょ。俺が知ってるだけでも浮気してるやつは5人いる。やっぱりクズはクズを引き寄せるのね。表に出てないだけで、それがこの世の常識なんだよ。そんなの知らない。嫌なもんは嫌だし許せないの。みんなやってるとか誰か許してもらえたとか、個々の事情は私には関係ない。本当にその通りだわ。そんなただの遊びでこんなことになるなんて。相手の方にも失礼よ。人の旦那に手を出す、泥棒猫に同情する必要はないわ。そうね、遠慮なくやってやる。勘弁してくれ。後日だ。私がコウスケの上司と話したことで、仕事をサボって浮気女の家に入り浸っていたことが明らかになってしまいました。月の半分以上を外回りと称して仕事もせずにいたようです。歩合制ではないため、数字を取れなくても給料が変わらないという甘えがあったようですが、社会人として終わっていますね。コウスケ200万、女へ100万の請求をしました。浮気女は他にも複数の既婚者に手を出していたようで、すでに探偵がついていたみたいですね。ある程度の収入がある既婚者に寄生することで働かずに生きていたとか。慰謝料地獄のため今後は働く羽目になりそうですが、できるんでしょうかね。コウスケは会社をクビになりました。離婚して出世の道を断たれるどころか、解雇という前例を作ったせいで他の男性社員はそれ以来真面目になったとか。思わぬ形でルリちゃんという友達ができましたが、今度二人で旅行することになりました。気が合う年上のお友達、最高です。